いやーでも2日後楽しみだな。2日後？2日後なんかあったっけ？え？ 2 日後だぞお前、忘れた？おお、何？いや、高2のクラス一緒だったじゃん、うん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 、で、高2のクラス40人か、うん、全員でクラス会するっつって、うん、2日後にクラス会？そうそうそう、上田が主催して、で、なんかみんなの会う日日程合わせてくれて、で、その会場も取ってくれてみたいな。いや俺結構楽しみなんだよね、やっぱ全然会ってないやつもいるから、どんな感じになってんだろうなみたいな。クラス会、知らなかった？あー知ってる知ってる、あークラス会な、知ってる知ってる知ってる、うん、あ、あー俺ね、あれね、上田にごめん行けないって断りのライン送っちゃった。え、俺行けねえんだ、悪いさ、あ、インターン、インターン、インターン、そう、インターンあって、悪いマジ行けねえんだごめん、俺クラス会行けねえんだ。え、行けないの？悪い。え、じゃあ全員じゃねえじゃん。うん。上田数日前に、なんか高2のクラスメイト全員集まるのはもう久々なんで楽しみましょうみたいなメッセージ流してたけど、あれじゃあ、あいつミス？あ、ミスあいつだ。え、何あいつ、マジで？お前来れねえの？まあ、あれ、確かインターンあったんだよね。あ、そうなんだ。そう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 。まあ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 、別の機会あるし、全然ね。あ、いけるわ。え？今ちょっとリスケした。え？あ、いけるわ、クラス会。いや、リスケでインターン。あ、来た来た来た。来た？うん、わあ、いける、あ、やっぱいける、よかった。いや、お前、二日前にいけるって分かるってさ、お前、前にも分かっただろ、お前。上田困らせんなよ。わり、マジごめん。え、じゃあ、今、上田に連絡して、小林も来れることになったって言うわ。うん、おう、頼むわ。おう、なんだ、じゃあ全員集まれんな。そうだな、あ、もしもし、上田？ああ。いや、俺も楽しみだよ、二日後。で、そう、今電話したのは今小林と一緒にいて、え、え、でも俺もう今行っちゃったよ、俺行っちゃった、あ、マジ？マジ？あ、じゃあ俺もちろん悪いことしちゃったな。悪いこと、うん、あ、だから、うん、そこはじゃあ俺が責任を持って処理するわ、うん、処理、うん、あ、大丈夫、それは任せて、うん、うまいことやる、それは、うん、うまいこと、うん、そうだな、うん、2日後、うん、じゃあな、2日後、はい、バイバイ。上田なんだって、どうした？いや今一番俺がびっくりしてるよ、うん、今俺がマジで一番びっくりしてんだけど、うん、その2日後、うん、が、あ、亡くなった、亡くなった、クラス会、クラス会亡くなった、は、え、え、今、うん、今俺が今一番びっくりしてるよ、うん、え、なんでなんでなんで、いや、なんか、うん、いや、ちょっと待って、亡くなったっすよね今、うん、お前さっき電話の最後2日後ねとか言ってたじゃん。あれは、あれは、あの、俺今あの漫画借りてて、上田から、うん、うん、王様ランキング、おうおう、借りててそれを返しますよみたいな。あ、関係ないじゃん、クラス会とは全然関係ないから、おうおう、まあそれはちょっと、ああ、の、悪い、悪い、なんかちょっとね、なんかちょっと勘違いさせちゃった、それは、うん、なんで？とね、うん、まあ、あの、あいつが会場予約取ったと思ってたらしいんだけど、うん、取れてなかったの。あいつバカじゃん、うん、ちゃんと確認してなかったんだってさ。最初の方なんか今日クラス会の時なんか会場も取ってとか言ってたじゃん。だからあいつ取れてなかったんだな、バカじゃん、あいつマジ。あ、まあバカだけど、めっちゃアホだなと思って。ああ、あ、そうなんだ、それだけ理由は、うん、おー、そう、じゃあもうちょっと上に確認して聞いてみるわ、なんかいろいろなんかね、ありそうだから。いや、それは違うじゃん。なんで？それは全然違う話。よいよ、っていうのも今上田、うん、つい最近忙しいらしくて、おうおう、で、なんかずっとなんかもうずっと眠い眠い言ってたのよ、うんうんうん、うるせえなと思ってて、うんうん、でも最後終わる時にもう俺寝るわとか言ってたから、まだ起きてんだろ、ね、寝てる絶対今、もうもう寝てる、だから電話しても出ない、おお、からも意味ないですよ、うん、マジか、ね、上田も忙しいのかな、本人も、
じゃあらしい。だから上田も何があるの、忙しいっていうのもある。なんか忙しいって、なんかあの課題かな、課題がすごい山積みになってて、あーもうこれ無理だわ。いやもう終わらせればいいじゃんそれ。なんだけどあいつ理系じゃん。あ理系でなんか研究室にこもんなきゃいけない、うんうんうん、らしくて、うん、でもは無理ですみたいになっちゃって。おお、そうなんだ。あ、じゃあ上田無理なんでしょ、主催者の。俺が主催者になるわ。で俺がそのクラス39に上田以外のやつ集めてやるわ、クラス会。うん、あの俺の知り合いに直樹さんって人がいて、その人に頼めばなんかつてでいろいろ多分会場とかもすぐ抑えられるから、2日後だけど大丈夫やろう。あ、お前も来るよな。いやどう、いやそれだからいきなりは日程みんな合わすの無理やん、それは。クラス全員、いやだから2日後にクラス会あるんだったらみんな空いてんだろ、それに向けて。じゃあいいじゃん、俺がその日にクラス会やれば。いやそれ主催者が変わるだけだろ。それどうだろうね、それ。いやどうだろうってか、いけんだろ。いけんのかな。いお前はちなみにいけないよ。なんで、お前、だってこう、クラス会ちなみに全然いけない。なんでクラス会行き落ちちゃったんだろ。っていうのも俺、うん、まあ、こんなこと言うのもあれなんだけど、うんうんうん、めっちゃ体調悪くて。はっ、普通に酒飲んでたじゃん。めっちゃ頭痛って、頭痛い、うん、いう感じ で今日も頑張ってこう来てて。頑張ってきた、うん、でやっぱこんな時期じゃん、体調悪いのになんか外出るなみたいな。でも今日も本当はダメなんだけど、だから普通はもういろんな人に会うわけだからね、自粛しようと思ってっていう断りの電話もあった今の。いやお前さっき2日後ねって楽しそうに話したよ、上田と。っていうのも実はあった。はだよ、ね、分かった。じゃあお前も休んどきいいわ、うん、お前と上田除くやつらでクラス会するから、俺38人俺含めてでやるわ。うん、そういうのはいいだろ。いやそれどうだろうね。どうだろう。ちょどうした。うわあ、ええ、ま、マジかよ。どうした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 。いや今、うん、めっちゃ LINE 動いてて。おうおうおう、何のグループ LINE。 あの同窓会のグループ LINE。 同窓会のグループ LINE、うん、ちょうど37件になってて、うんうん、で今ちょっと見てみたら、うん、なんか、あ、2日後ちょ行けませんみたいな、ちょうどよかったみたいな。今、うん、みんな俺も予定実はあったんだみたいな、うんうん、ごめんごめんみたいな。でもそれでも5人10人ぐらいはいけるだろ。いやなんかみんな結構重め、みんなハード、うん、ヘビーな要件だね、これは。これはまあさすがにしょうがないなって思わざるを得ない感じ。え、でも俺、え、待って、そクラス会のグループラインって言ったよね、うん、俺入ってないし招待されてないんだけど。え、俺いない。ほんと39人だ。え、だろ、いないよ、招待してされてないから。して、ああ、それはお前がさ上田に言ったんだろ、インターンで行けないって。うんうんうん、それは上田がだってこれ招待して作ったグループだから、それはお前抜くだろ。悪い、そうだそうだ、それはそうだ、それはそうだ、それはそうだ、そうだ。マジか、そんなことあんだなっていうからしい。ええー、俺もちょっと本当にびっくりしてて。じゃあなしか今回はっていう感じなんだろうな、だなこれは。あ、じゃあ今度やるときまた誘ってよ俺のこと。どうした？いやすごい、なんかどうした？頭痛いから、うん、帰る。は、今普通に話しただろ今。いやなんかすげえ、お前に移すのも悪いじゃん。あ、それが、うん、だから帰る。帰る？うん、お会計。頭痛いからそれも帰る。帰る。もう大事に。また。なんかあったら、うん、うん、まあ、誘ってまたクラス会とかあったら。頭痛いから帰る。うん、じゃあな。じゃあね。おう、バイバイ。